い、皆さんおはこんばんちはです。今日は ACR、うん、どっちだった ACW30R ACR30 のエステマの、ナンバーとの Q を公開していきたいと思います、うんうん、これは今から車検に行くのですね。そうやな。はい、ではチェンジです、うん、車上です。まあとりあえずあの原因な原因か、はい、片方切れてるんやん。そういうことね、うん、うん、これでは車検に通りませんので、うん、ほんでほんまは、うん、このこれってなこっちからパチッとはめ込みやねんな、うん、振ってたらこっちにこう、うん、ちょっとこう動く爪があって、うん、こっち引っ掛けやから普通こっから外したらピュッてこう、うん、外れたら一番楽やねんけど、うんうん、めっちゃ硬いんやんか。おお、多分だから裏から外さなあかんと思うね。おで裏は裏が大変やこれ。またまたこれ大変だから簡単にしてくれたらめちゃくちゃ楽やねんけど、うん、まあ1分もかかれへんと思うねんけど、うん、でこいつここ大体忘れがちやねん、うん、キャップこれ何ん、あ、閉めるときに掴めるところ。そうこいつを外したらへんかったら、うん、よいしょ、これな、よいしょ、うん、こういう感じ。はい、カポッとこんな感じね。まあ普通だったらここに外してください。うん、切りかけつけとってくれたら楽やねんけどな。ないのですね、うん、でドライバーはまあ、標準やね、うん、こんな感じ。みんなこれ結構取り忘れて、はい、取れへん取れへんってなるんですか。そう後で気づくやろ、うん、でこれ取り忘れてこっちから外したらあれってみたいな、最悪みたいな。下手しい割れますよね。そうこれは、うん、必ず絶対ここな。はい、取ってください。でここはあの、うん、ピンで、うん、真ん中ドライバーで、うん、この押さえつグッと押さえつけたら浮いてけへんから、うん、ちょっと優しくみなさん優しくしてください、うん、だから今の女性には外され優しくないや。優しいですよ。今の女性にはだから男性の方が外れる。またそういうこと言う。男性の方が優しいでしょってみんな。な。え？優しくね。優しくせんと。そうですよ。うん、こんな感じ。だから全部抜いてしまうとこれが外しにくいから。はい。途中でこれぐらい外して。うん、でちょっと引っ張ったら、うん、一緒に。おーい。出す、うん、ほんでほんまはここ上かぶってんだけどね、うん、上こいつを、うん、外さなあかんのかなとは思うんやけど、取りたい、よし、ガラスが危ないな。お前。ええか。二人おったらブラーンとこうした状態でね。持ってきましょうか私。どこ持っとく？よし、行けるか。よし、OK、OK、OK。こういう感じね。ここが引っかかってるから、ほんまはまあ。あの、うん、ガサッと入れたらいいけど、うん、まあ、ちょっと浮かしてた方が、うん、うん、多分まあ普通に上手い人やったら慣れた人やったら、うん、これつけたまま、うん、後で差し込んだら、うん、いけるかなという感じやね、うんうんうん、
ちょっと浮かしててもらったら、浮かしてて、まあ外る人はちゃんと外した方がいいで、でここは多分止まってないから、うん、今からテールをで、これ結構、はい、あの何回も外してるやつは簡単に外れるから、うん、バラバラって、うん、だからこの辺ぐらいだからピンが、うん、うん、ぽっかりやりやすい、うん、まあ、ここ一箇所は外れてるのか、うん、ここ電気あった方がいい、白い物体わかるかな、うんうん、わかる、うん、見えるかな、うん、でこれ、これがピンです、うん、そうそうそう、これが、うんうん、止まってるから、まあ、こういう工具で抜いていってもうた方が無難やと思うな、うんうん、割れずにね、うん、が外れたら、うん、あとはそのこれ多分外したことないから。ここ。ここ。これ。ここを引っ張ると、要は内張りとかでも、なんか白くなってる部分あるやんか。これは無理やり引っ張ったら、ここが伸びて白くなるから、ここは、ちょっとね、こういうので、やった方がええんだけど。よいしょ。これ以上やるとバターンと落ちてきた時に広がれへんな。よっしゃ。あ、そうか。よし。うん。こんな感じ。こんな感じ。で取れます。で、こんだけピンついてるから。すごい数ですよね。なんか正直内張りってこう外側に、うん。すごいやろ。うん。だからまあここもやっぱりちょっとおかしい。何個かって感じですけど。うん、で、あとは。はい。中から。うん、この。どこ？ここ。うん。うん。で、これはまあもうなんていうの。配線外れへんかったらちょっと外れてね、うん、外れるんやったらね、ちょっとやっぱり自由帳ないから、うん、カップラーとか皆さん定期なので気をつけてくださいね、うんうん、こんな感じでよいしょ、こんな感じ、うん、だから時計と反対回りに回したら、うん、取れます、ネジと一緒ですね、うんうんうん、え、もう反対側はまた反対側についてるので見てみてください。そうそう、ほんでこれの注意点な、うん、外すのにめっちゃ時間かかるから、うん、両方変えとった方がいい、うん、1個切れたらね、どうせやったらね、うんうん、でだからほんまは、うん、こうピュッてやったらポコッと外れるね、簡単に、うん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 、だから外から外れるはずやね、うん、普通はね、うん、これがこの STマンは外れ、うん、マルハドも外れんかったな、うん、で、どっちからだ、うん、これこっちの方が見やすいか、こっち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 、いける。
まずカップラーの入れて、うん、こんな感じ、うん、見えてる、うん、で時計と反対回りに回してで抜いてもらって、うんうん、あとも引っ張るだけやから、うん、よいしょ、こういう感じな。もう一個方向しか入れんから。うん。な。絶対やってほしいのが、うん、組んでからつけへんとか最悪やから。今見る、そうそうそう、よいしょ、ちょっと締めてみましょうか。オッケー。だからソケットだけで先につけてやったら、はい、つけるのにまたソケット外さない、うんうんうん、まあ、これ簡単に外れるから、うん、こういう感じでつけてからやっても、はい、これで車検通るな多分。うっさーたる。また今日も手取り足取り教えてもらおう。結構今ついてるからな、うん、うん、好き好きですよね本当に、うんうん、私もこの前行った時私1台やって教えてくれたよ。え、もう全然つきっきりでやってくれた。めっちゃ優しかった。初めてですかって言われて、女やから。え、女一人で行ってるから。そうそう、もうでもちょっと今日ぐらいバレますよね。女一人で一台。何回も言っとったら。え、もう4回目かな私。かな、乗用車が3回目か。で、K が2回か。もう一人でね、行き出して。1ヶ月の間に結構経験させてもらいました。うん、そこ、うん、もちろん、うん、うん、完全にハマったらね、もうカチッって言って動かなくなるので、うん、全然ちゃうな、うん、こんな感じやっぱ受けへんからちゃんとハマってたね、うん。これ、うん、うん、さっきの、うん、このピンな、うん、この外した状態で置いといて、はい、先っちょ入れるやんか、後からね、うん、くるくると回したらええねんけど、うん、押してもいける。悪用つくかもだよね。ちゃんと回しましょうみたいな。よいしょ。で、これ、うん、これやってもすぐ、ちゃんと取れるで。うん、え、すぐへたったりはしないんですか？これをすることにより。うん。ピンが。だからへたってるやつはあんまりぐちゅってやったら、うん。今度外すときに空回りするやん。うん。そういうときはもう交換してしまって。うん。これもつけるのを忘れなく、うん、だから片側さっきみたいにボルトを入れたまま、はい、うん、一緒につけた方がやりやすい、うん、
パチッとはめると。うん。オッケー。で、最初にこれ、ね。あ、なってる。なってる。やっぱりこれを外さなあかん。一応ルールや。ここにパチャッと入るようになってる。ここね。ここ見えるかな。うん、この切り方。うんうん。うん、こういう感じ、ね。うん。うん。こういう感じ。オッケー。よっしゃ。こんな感じ。こっちがちょっと。初めにそれ取ったかもな。入りが入ってんねんけど浮いてきよう。うん。まあこれはまた後で。ね、焼き終わってからでもちょっとしましょうか。OK、うん。あと玉の取り方も説明しとこう。バーってやってボロッとしたらかね。うん。玉の取り方は一個やって。うん。わかる。チョコレート方式。そうそう。チョコレートなんかな。で、まあこうな、うん、反対からでもこう一個ずつね。一個ずつね。うん。皆さんお気をつけて、バラバラになります。うん、玉なんか割ったら大変ですからね、落として。せやな。うん、ガラスやから。気をつけて。あと、はい、ここがテール、うん、ちょっとあのテールのやつもやったけど、うん、両方スモールはつくやろ。で、ブレーキ踏んだらこっち外側だけ見まー、うん、まあ、ワンテールでも、はい、まあ大体これぐらいの明るさやったら、うん、いけるのか。あと LED の玉、うん、が1個でも決めとったら先に通る。アウト？えぐっ。ブレーキついてる？ついてる。外だけ？え、外だけ。外だけやろ。で、スモールつけるで。はい。あ、中だけ。え、ブレーキ踏んだ。あ、両方、うん、つく。ハイマウント全部切れてない。2、4、6個、大丈夫だと思います。だからみんな結構、うん、こっち、つくけどこっちつけへんとか、うん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 、ちょっと不安になる人いるから、うん、まあこれはあのワンテールで、はい、両方つくようにしてる人もおるけどね。あ、それも、そうそう、それも OK、 うんうん、OK なんですね、うん、OK、どっちか、うん、両方ちゃんとついてれば OK ですという感じかな。という感じで今日はエスティマの、うん、ナンバーとやね。出てこないけど、ナンバー等と、うん、まあ一応テールの確認な、ストップランプとかね、ハイマウントとかのあっちの確認をしていきました、うんうん、よかったら参考にしてください。ではよかったらいいねとチャンネル登録お願いします。バイバーイ。